やっはらー皆さん、こんにちはみやびんでーすはいえー、今日はですね、えー、っと、私は何が何なのか全然わかりませんが、紹介しますフィーヨの、えー、っと、Q3 を皆さんに今日はご紹介したいと思うんですけども、マジで今これ見た瞬間、えー、何と思って、なんかモバイルバッテリーかなと思うので、ちょっとわかりませんが、 まあ、あの、ひもじいを読んで、ちょっといろいろと、あの、説明をしてもらいたいなって思うので、ひもじいさん、お願いしますフィーオフィーオフィーオフィーゴ、ね、フィーゴじゃないですね。フィーゴですね。何これマジ、えー、これはですね、<れ>声が、まだまだコロナの後遺症が残っております。 えー、これがですね、あのー、優先イヤホンデビューをしたということで。はい。じゃあ次、えー、音いく。みやびの音教育をするには何か。優先ときて、えー、オーディオに詳しい方は、あ、次、これだってもう分かったと思うんですけど。えー、ダック。ダックです。ダンシングプロック。えー、DAC と書くんですけど。 デジタルアナログコンバーター。ー、まあ、昔言うと DA、D スラッシュ A 変換器とか DA コンバーターって呼ばれるやつで、えー、何かっていうと、えー、スマホ、iPhone、これはもう主に iPhone とかスマホで使うとすごいいいんですけど、だからこの f ィ e をわずか Q3 をえ今回ご紹介するんですけど、あのー、まあ、基本的に、 iPhone でもパソコンで音楽聴くの、ね、今そっちが主流なので、うんうん、っていうか、デジタルオーディオプレイヤー、ウォークマンとかでも、うん、あの、こんなやつとか、うん、iPod Touch でも昔は、うん、えー、iPod でもそうだったんですけど、音は出どころがデジタルです。でも、最終的に音を聴く機械っていうのは、スピーカーだったり、イヤホンだったり、アナログなんです。だから、 まあ、詳しく説明すると授業ができちゃうので、また別の機会でやりますけど、デジタルの音を綺麗にアナログに変換して、いい音で聞かせますよっていう、しかもハイレゾにして聞かせますよ。これ1台で 1> そう、これ1台で。えぇーっていう機械がこれで、しかもこの Q3 を選んだ理由は、えー、普段使っている、 あのー、今までみなびが聞いてきた、あのー、有線イヤホンのジャックっていうのは3.5ミリの普通の皆さんが慣れ親しんでる、うん、あの、ジャックなんですが、あれはアンバランスって言ってて、これはあの、バランス接続っていうのも、えっと、2.2ミリと4.4ミリできるように3つ穴がついてて、バランスっていうのはまた別の機会で音育でやりますけど、うん、まあ今日はアンバランスで聞いてもらいますけど、えー、どれだけ音が本当に変わる と思ったのか、えー、一説にはハイレゾはただのおまじないで、人間に聞こえない帯域の音を出してるから、それは違うんじゃないかっていう派閥の人と、ハイレゾは明らかに音がいいっていうのはあるので、何の知識もない <laughs>、音育中のみやびに、このダック、デジタルアナログコンバーターを通して、いつもの曲を聴いてもらって、 音が本当に良くなったと感じるか、感じないか、やっていきたいと思います。というわけで、えー、これを今回は iPad Pro に、いつもの視聴器 iPad Pro につなげます。はい。で、えー、一番気に入ってるという、ピアホン2、ハイユニットさんのね、えー、ハイユニットさんハイユニットで、いいんですね。はい。で、 えー、聞いて。もらうんですが。はい、えー、そうですね。まず、素の音聞いてもらわなきゃいけないんで。うん、えー、というわけで、まず、えー、iPad Pro と、えー、この、HiUnit さんのピアホン2を直で繋いだやつを、えー、Blackpink さんのラブシックガールをちょっと聞いてもらって、元の音を思い出してもらって。はい。 ですはいああうんオッケーめっちゃ低音がいいってやつねえー、これをこのフィーさんにつなぎ替えますこれを iPad Pro に USB-C でつなぎますお で、あ、これもっと短いケーブル付属であるので、えー、iPhone とも繋げるケーブル入ってくるので、短く繋いで、では、バンドも入ってくるんで、iPhone とく,くっつけちゃって使うこともできるので。<ー>それでは、<coughs> 電源をオンします。あ、そこなんだ。ボリューム自分でここで調節してください。どんぐらいの大きさか僕聞こえないんで。まだ鳴ってからね。うん。いきますよ。大きくしよう。 おー消えた。うん。おー。なんか、重低音ってイメージ、こっちのが。はい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 。すごい、なんか、ほんとなんか重低音。 でもなんか何てうだよこれなんか難しい。<coughs> 初めて聞くような感覚。いや、今、重低音って低音が強調されたことを言って、まあ音圧も当然上がるんで、うん、ただこいつにはバスブーストボタンがついてて、えー、それを入れるとさらに重低音になってしまうので、行きます。それ、今、バスブーストのボタンをオンにしました。<laughs> お すごい。今、心臓に響いてる。あ、これが重低音だわ。<laughs> で,で、まあ僕は重低音欲しいときにはこれオフにしてます。うん、低音きすぎるんで。ただ、えー、ピアホン2のポテンシャルの高さもこれで分かったと思うんですけど、ダックを使ったハイレの再生にもしっかりついてくるし。うん あとま、重低音以外でまだどこが変わったかわかんないと思うんで、次の曲も、えーまた BTS のパーミッショントゥーダンス。あ、これなんか、普段聴いてるような感覚だ、今。さっきとはまた,た違った感じ。やっぱ、うん。ドドンっていうのが響く。はい。 で、次、あの、バラード系の平井大さんのいつものスタンバイミー、スタンバイユー。ああ、これなんかスッと入ってきたな。うん、これ。うん、やっぱこれも、ズン、ズンっていう低音が。はい。 で、次、あの、ワニマさんの共にでハードロックも確認をします。うん、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 うん。やっぱバンド合うな。おお、ドラムのいい具合な、ズン、ズン、ズンが、心地いい。はい。で、 えっと、これだけだとあれなので、前回好きだって言っていたゼンハイザーの IE300 でも、えっ、ー、と、赤い方が右です。はい。試してもらいます。えぇ、ー、ラブシックガールからもう一回いろいろ聞きます。まあ、多も早送りすると思いますけど。うん。まだまだ、まだまだ。うん。これはまだ書きと。大丈夫。大丈

イヤホン、その iPad でいつもつないで聞いてたのと、今そのフィーを,を使っ、Q3 を使ったのでは、あの、怒なかったから、ああいうコメントしか出てこなかったのかなんでも明らかに変わったの低音なんでしょああ、うん、そう、それだけしか分かんなかった。低音しか、とか、10音って感じのものしか目立つものが分からなかった。 まあ、というわけで、音が変わらないかっていうと、全然まだ音に詳しくないし、あの、ついこの間まで iPhone のシャカシャカ音で曲を聴いていた人が、聴いても低音が重低音に変わったと。うん、まあ、明らかに音は変わるんですけど、まあ、変わってくれなきゃ困るんですけど、ちなみにこれ2万円です。えー、で、もっと安いダックもあるんで、 ただ、これが僕は普段使ってるので、これ紹介してますけど、えー、っと、実際プロの僕から言うと、ハイレゾ音源も Apple Music、ハイレゾロスレスとか始まってるんで、まあ、混ぜて聞かせてますけど、えー、まあ、基本的にこれ通すと音圧は上がります。で、低音は強調されます。うん、なので、 バスブーストのボタンは基本いらないと思いますけど、うん、まあ、何回か前とか前回とか、手話の時に言ってますけど、3バランスのアマチュアとか、もうバランスのアマチュアしか使ってないモニター系の手話の5から上とか、まあ、846とか、まあ、そこら辺で低音欲しいなっていう時に、バスブーストボタンを押してもらえれば、低音は増強されるので、低音がもっと欲しいとか、あとまあ、普通のこういう、 イヤホン2とか、特に低音好きなんで、うん、腹とか胸にズシンズシン来る。うん、重低音が欲しいときはオンにしてもらえれば、もう重低音が本当に出ないやつでも出るので。ただ、ダメなイヤホンとかヘッドホンだと音割れちゃいます。うん大丈夫なやつ使ってるんで、ちゃんと重低音出てますけど。なあんどえなんか変に目立ってた気がするから、自然さはなかったかも。低音だけ増されるんで。うん 低音が足りない機材の時にオンにした方がいいです。うん、あとゲインスイッチっていうのがあって、ゲインも変えられますけど、その辺はまた難しくなるんで、うん、またコンドにします。で <coughs>、基本的にこれ通して、ハイレゾ音源とか聞くと、っていうか、iPhone って、基本的にハイレゾのコーデックっていうやつに対応してないんで、うん、ハイレゾで聞けないんだけど、うん、ただ、でも Apple Music で、うん ハイレゾとかあるハイレゾロスレスの配信が開始されたんで。えー、じゃあそれを聞くにはどうすればいいの、うん、iPhone で有線、うん、使うんですよ。なるほどね。で、プラスこのハイレゾ対応した DAC 通すとハイレゾの Apple Music の音が聞けるようになるんで。うんえー、でだ基本的に Apple Music のハイレゾ音源聞くとこれを3を、Q3 を通すと クリアさと透明感は明らかに上がります。うん、で、ノイジーだったりノイズ感が全くなくなるんで、まあ、嫌な人は嫌になるかもしれないです。あの、なんだろう。前も言いましたけど、レコードみたいなアナログ感が全くなくなるので、うん、すごいクリアで透明になるので、であとまあ、改造感も若干上がってきて、細かい音まで聞こえるようになるので、その辺はイヤホンの価格に応じてになります。 やっぱイヤホンが高くて、前半での IE とか、まあ、今回あの、エオニック4聞かせてませんけど、あの辺に来ると、多分、普通の接続では聞こえてなかった音も聞こえ出すと思うので、えー、で、あと、高い音も聞こえやすくなるんですけど、刺さるところとか痛くなるってことはないです。えー、で、まあダックって、 結構高いものなので、しかもこの大きさ、これ iPhone、普通の Pro、Max じゃなくて Pro なんですけど、大きさこんな感じなので、うんうん、こうやって持ち歩けるので、うんうん、で iPhone の場合は短いケーブル付属するんで、ライトニングからここに挿してあげて、うんうん、ここにイヤホン挿して、聴けるので、気軽にハイレゾ、Apple Music で始まったハイレズ音源とかを聞くには、 一番いい音で聞くにはってなったら、まあ、2万円ぐらいなんで、うん、まあその買えない値段でもないから、うん、まあバックとかよりで出やすいんで、<laughs> まあもう、宮部の場合はファッションで例えますけど。わ <laughs> かりやすい。なで僕的には、ダックの入門用としては非常に、あの、値段的にも、あの、性能的にもいいんで、うん、このフィーヨの Q3 を聞かれたら進めてます。ええ。で理由は、 あの、ジャックがさっき言った 3.5mm の普通の端子、アンバランスの端子だけじゃなくて、バランス接続のケーブルの端子も2.2と4.4で2種類ついてるので、バランス接続でも楽しめるので、で、まあ、いずれまた次の機会に今度は宮びにアンバランスとバランスの音の違いがわかるかどうかっていう企画も準備してますので、えー たぶん IE300 と a 4 n i c 4どっちか使うか両方使ってアンバランスケーブルとバランスケーブルでこのフィーオにつないで音の違いを感じられるかどうかっていうテスト企画やりますのでそれはまた別でやるんでとりあえず今日はじゃあまとめるとまあプロとしての意見は今僕が言いましたけど素人的にもこのフィーオ q 3をえ普段の iPhone とか iPad とかうん、うん、そういうのに、つないで聞いてみると、という感想は、僕がいなくなってゃる。ああ<ー>ドローンします。シュッシュッシュッなるほど。どうして、聞くと、私みたいな、低音好きは、好きって感じなんじゃないでしょうか。ただ、ちょっと正直言ったことは、いまいちこの使い道というから、ら使い道というかうな、昨日、なんだろ、この、 便利さとかいまいち分かってもだないので、えー、また今後もいろいろと知っていきたいなって思います。皆さん今日もありがとうございました。よかったらコメントと高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあねー。